皆さんこんにちは、なるほど店です。今日もですね、王室姫蜜遊んでいきます。さあ、新しいのが出てますね。じゃあ絹織物をあげましょう。お、返礼品ですか。何でしたっけ、ふるさと納税みたいな。なんかそんなイメージですかね。私はしてないんですけどね。妹ちゃんがしてるんですよね。なんかすごいですよ。なんか豪華なお肉が送ってきて、これふるさと納税だよって。今 CM でもやってますからね。まあでもなるほど、あんまりよくわかんないですよね。よくわからないものをしないパターンなんですよ。皆さんそうですか、なんか新しいことをチャレンジするタイプですか。まあでもなんだかんだ言って、なるほど、 YouTube さんもさせていただいてますし、ブログも出させていただいてますね。他に何かしてますかね。いや、他にはしてないですけど、何かしたいことがあればですね、なんかやってみたいですけどね。まあ、日々精進ですよ。ちょっと声がかぶっちゃったですけど、そう、日々精進ですね。2回言いますけど。そう、自己を高めると。そして、新しい自分にステップアップですよ。なんかかっこいい言葉をただ単に並べてるだけですけど。さあ、毎日建設して、よし、いけますね。2個目。さあ、2個目購入と。けど、前回の動画と同様に、どこで交換できるかわからないというですね。これ何ですかね。花札交換、連名倉庫。あ、時間があるんですね。これ時間帯できるんですか。で、今日は美人さんまだいらっしゃってないので、訪問でですね、美人さん当てようスペシャルということですね。頑張りましょう。あと何名いらっしゃるかちょっと覚えてないですけど。はい、ですね。今、なるくん、冬休みですか。冬休みとは言わないですけど、お仕事、昨日までだったんですよね。で、年末年始6日間お休みなので、さあこの間にたくさんゲーム実況をお取りしたいと。いや、なかなかお会いできないですね。お、宿屋来そう。あー、残念。では運勢を100にしてるんですけどね。運勢100なら絶対お会いできるとかしてほしいですよね、美人さんに。体力弾も残りわずかですね。まあ今、先ほどの連盟ですね。このサーバーの2位の連盟さんに順位がですね、入れていただいてますので、連盟ボーナスとかあれですよね、イベントがあったらいただけますからね、いいですよね。おっと、お嫁さんにお会いする。さあ、お一人お会いできますかね。皆さん、あと1回お会いできるとお嫁さんになってくださるんですけどね。その1回がなかなか来ないと。あとは大京ちゃん、小京さんのさっきのイベント、あと8個ですね。8個、かなり長いですけどね。あと8個、お集めすれば多分来てくださると。来られない。まあ毎日あれですよね。何回か王室姫美さんお遊びして訪問してるんですけどね。やっぱ取られない。お、この前のこう強くなってる。上から2番目ですか、私の武将さんの中で。お、勢力上がったってことは違うんですね。やっぱり親密度が上がると上がるんですね、勢力。さあ、では他の方は飛ばしていきますか。すごいですね、いろんなところで戦ってきますね、皆さん。戦い好きな方が多いんですか。さあ、では体力ターン、あと何個で美人さん出てくるでしょうかと。さあ、正解はですね、この後です。来ました、サイエンちゃんですね。
今調べたら3人ですね、残り3人いらっしゃったんですけど、これでサイエンちゃん来てくださったか、残りお二人ですね、出雲のお国ちゃんとあとお一人。これ全く温度にするとですね、全くこの訪問で出会わないとお嫁さんになってくださらないみたいで、出雲のお国ちゃんは私もうハート5になってたんですけど、お嫁さん来てくださらなかったんですよね。多分間違って連打しちゃったんですよね。さあ来ましたね。笛の音が綺麗ですよ。妻にしますかとはもちろんです。あ、もうしてるんですね。ということで正解はですね、21個になってるから、25個使いました。75回訪問ですね、今この間にしました。ってことで残りお二人、ここにいらっしゃった出雲の国ちゃんもハート5なんですけどね、とあと桃花夫人ですかね。さあいいですね、指定訪問したい。アイテム持ってない私。さあこれでちょっと原宝もたくさん使っちゃって2000ぐらい減っちゃったから、こちらで回収しましょう。少しおお、すごいですね。勢力も、もう私これランキング入れません。入ってますね。77にいるココロちゃんですけど、お名前書いてないからですね。来ましたか、ランキングに入ってますね。こちらも入ってる、親密も、物語も入ってますね。いや嬉しい。実況なるほど店にお名前変えたい。アイテムで変えられないですかね。多分どっかにあるんじゃないですか、お名前変えるアイテム。大抵ありますけどね。商店で見ますか。発信アイテム、あ、解明カードあった。買います。これで解明してみましょう。これも多分私連打しちゃったんですよね、きっと。だいたい名前変えるんですよ、私。どこでしょう。あ、これですかね。これ発信アイテムだった。あれ？どこですかね。さっきのマーク忘れちゃった。どんなマークでした？あ、解明って書いてある感じで。わかりやすいですね。あった。これだ。これですか。実況なるほど。1までしか入んない。実況なるほど1にしますか。よし。プレイヤー名を谷垣心から実況なるほど1に変えましたと。いやー、なんかやっとしっくりくる名前になりましたね。まあ、心ちゃんも可愛かったですけど、お名前。さあでは行きましょう。サイエンちゃんですね。どちらでしょうか。まあ、一番右ですかね。なんか心が乱れて弦を切ってしまった。いや、心っていうから一瞬私のさっきのお名前かと思った。心がっていうから。さあ行きましょう。こちらをどうぞ。美味しいですよと。お茶ですかね。夫人に従って何も書いてない合わせ扇を買うと。よし、ペアルック。昼間は景色、夜は旦那様。旦那様ったらかっこよすぎて私はもう我慢できませんよと。いやー、いいですね。いやー、かっこいいセリフですよね。言いたいですね、私も。昼は景色、夜はあなたみたいなですね。さあ、いやー、やっぱ笛の音弾いてる方って、笛の音じゃない笛を弾いてる方って仲いいですよね、女性の方で。いやー、美人さんですね。さあではですね、あと残すはお二人と、大京ちゃん、小京ちゃんですかね、多分の3名ですかね、なりましたね。いやー、他の方もお見せしたいんですけどね。私無課金でお遊びしてるから、無課金でお嫁さんになってくださる方しかお見せできないのが悲しい。
さあ、ではですね、今回の動画ですね、以上とさせていただきます。他のゲーム実況もしてますので、よかったらご覧くださいませ。こちらの大石姫水さんもですね、再生リストからご覧いただけますので、よかったらですね、そちらも合わせてご覧くださいませ。では、ご視聴ですね、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。